レディオアンコールピールジャップルスペシャル。デリオアンコールピールジャップルスペシャルをお届けします。最後までお楽しみください。改めましてピールジャップルの松村瑞希です。黒崎奈々子です。広島瀬奈です。小田垣ありさです。先ほどアンコールの取材を終えたばかりなんですが、ピールジャップル2024夏の三大都市ツアー、ピラーポ旋風巻き起こせ灼熱グリッターツアーについてたっぷりお話をさせていただきました。話しましたね。いっぱいいっぱい喋りましたけれども、なんか、あの喋り残したこととかなんかありますか？ちょっとね、私あるんですよ。黒崎ありまして、あの MV 撮影の当日の日のことなんですけど、あの待ち時間があったんですよ。あった、いっぱいあった、いっぱいあったんですけど、夕方ぐらいですかね、あれ、うん、そう、夕方ぐらいの時に待ち時間があって、うん、で、私すっごいお腹空いちゃって、うん、もうなんか食べ物はないかって探し回ってたんですよ。で、あったんですよ、目の前に。で、食べようとしたら松村さんに、いや、それ食べちゃダメって言われたんだよねって言われて、私もお腹空いたんだよとか言って、え、食べちゃダメなのよくないって言ってたんですけど、まあ一旦二人でステイしてたんです。やめといたんだよね。そう、私がその奈々子が来る前に、あのお弁当のところを見てたら、まあちょっとだけあまりのお弁当があって、でちょこちょこチラチラ見てて、マネージャーさんに、え、これ余ってるやつ食べていいですかって言ったら、あのまだ食べてない人がもしかしたらいるかもしれないからダメですって言われて、おーんって思いながらフラフラしてたら、ナナコがあの食べようとしてたから、え、それダメなんだってって言って、うん、でもやっぱ諦められなかったんだよね。ちょっとお腹空いちゃどうするみたいな、腹減った戦はできないから、そうそう、ぼやぼやしてて、でもう一回あのマネージャーさんに、あの黒崎もお腹空いたらしくてって言ったら、じゃあ二人で一個ならいいですよって言われて、あの親子丼を、もう二人で大喜びパクパク食べてましたもん。レンジでチンして、しかもちゃんと温かいご飯食べた、幸せと思って。だからその後のね、 MV 撮影も気合い入れて頑張れましたね、うん、そう、あ、夜のお弁当がさ、終わりの時間的になくて、ね、そう、お昼からいっぱい踊った後だったから、うん、お腹空いてて食べれてよかった。よかったですよ、ギリだった。食べれなかった私、うん、どうなってちゃったの、この後どうしようかなと思ったもん。そうだよ、だから逆にアリサとセナとかさ、お腹空いてなかったの、あの時間帯。そう、私服に着替えた後ぐらい。でもなんかちっちゃいのいっぱい買って持ってってた。なんかパンとか完食食べてたんだ、うん、甘いものしかなかったんだよ、うん、甘いものでいけるから。うわ、確かにセナ変色だからな。アリちゃんはいけた？でもなんかおやつとか食べて た。そうだ、おやつ食べて、そうね、なんか何回のスープとかはあったけど、私たちお弁当、ね、がっつり食べないとダメだったね、うんうんうん、でも美味しかった。美味しかったです。 MV 撮影もすごい楽しくて早く公開されてほしいですね。楽しみですね、はい、楽しみにしててください。はい、ということで、ぜひあのインタビュー記事も皆さんチェックしていただけたら嬉しいなと思います。それではここからはアンコール編集部さんからの質問に答えていきたいと思います。お、はい、今年の夏も暑そうですが、うんうん、夏の暑さを乗り切る方法は何ですか、うん、ちなみに皆さんは暑いのは好きですか、苦手ですか、とのことです。キラ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 、暑いの好きな人あんまいないんじゃない、うん、夏好きな人いない、うん、バテちゃうもん ね、やだもんね。でも奈々子割と夏女のイメージはあるけど、どちらかというとメンバーの中で、まあ、夏の服は好き。あ、服が好きなんだ。服と系統が好き、うん、夏っていう、ただの系統が好き。いや、暑いのはいらないどうやって乗り越える、暑いの嫌だけど。マジで本当に本当のこと言っちゃうと、まあ、一生部屋にこもるのがいいんじゃないかな、うん、おー、インドアになるね、それに限るよ、ね、ドライブ行くんだったらもう車ガンガン冷房とかね。 あ、 確かに。あとまあそうだね、こまめに水分補給じゃないですか、やっぱり。いいね。セナは？いや、本当に食べた方がいい、うん、いや本当にそうよ本当に大事。なんか、うん、夏って食欲失せるじゃん、うんね、だけど絶対食べた方がいい、うん、うん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 。経験したな、これ。経験した大丈夫だったか。夏バテしちゃうんだ。夏バテしちゃったんだ。そうね、夏バテしそうな感じありますね
アリちゃんは夏は、やっぱ食べ物なんですけど、うんうん、冷たい食べ物とかで、うん、最近あの流行ってるタンプルっやってたね、うちは最近ハマってて、うん、あの冷凍フルーツをさらに凍らせて、うんうん、でシャリシャリになるよっていうやつなんですけど、うん、ね、韓国で流行ってるやつ、うん、食べたら暑さ乗り切れると思います、うん、あれアイスっぽくなるの？タンフルって韓国語でタンフルで、日本語だったらフルーツ飴っていうの。あ、そうなんだ。そう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 、甘くないフルーツ、水の氷の膜、氷の膜、ね、そうそうそう。へー、なんかどんどん新しい流行りが来て全然ついていけないけど、ね、私ももう夏はアイスをいっぱい食べて生きてますね、うん、何のアイスが好きなんですか？あの、私北海道が好きなんで出た、北海道味っぽいのが好き。あ、生北海道ね、とりあえず北海道、北海道生乳 100% で作りましたみたいなの絶対昨日買ったもん。大好きじゃん、うん、もう北海道の マークっていうか地図のマーク、なんていうの、あれ、何、あ、分かるよ分かるよ、なんか、あ、地図、あ、県の、ま、県の形、うん、県の形だっけ、県の形見たらもう絶対買う。あれだよ、日本地図の一番上のやつ、ね、一番上のやつ見たらもう絶対買ってますね、うん、皆さんもぜひ食べてください、北海道。はいはい。じゃあ続いて、こだわりの食べ物や食べ方はありますか？だって、プリンは固めプリンが好きとか、ご飯食べるときは絶対にふりかけをかける、目玉焼きにはポン酢とか、はいはいはい、これあります。あるんだ。これ食に興味がないで有名な黒崎なんですが、そうね、これあります。何？あの豚骨ラーメンの、豚骨ラーメンの麺だけ、であのお湯に茹でたらもうできちゃうやつ、なんていう の、 そのカップヌードルみたいな感じの乾燥のやつがあるんだけど、具なしで一回炒めんの。炒めんの？あ、茹でんのか。茹でない、茹でない、3分茹でんの。3分茹でるね。沸騰してから3分茹でんだけど、うんうんうん、その後にキムチ入れんの。へー。で塩コショウまぶすの。まあ、うんうん、めっちゃ美味しいね。辛いのがいいの？大好き。でも豚骨ラーメンはさ、辛子高菜とかじゃん、うん、あの王道に行くと、うん、それ嫌なんだ。もう塩コショウ、キムチ、キムチ、へー、これ美味しいよ、博多キムチ、うん、ぜひ試してみてください。そうなんだ、新しい、はい、今度やってみよう。はい、他ありますか？いや、あのめちゃめちゃ広島甘党なんで、うん、なんかとりあえず、うん、その甘い調味料は全て倍、多分普通の人の倍はちょっとチョコソースとか、砂糖とかメープルシロップとか。一回あったのはスタバのストレートティー、あの甘いくないやつ、普通の紅茶みたいな、うん、あの買ってみたの、ちょっと大人になった気分、うん、無理だよ。そしたらちょっと無理すぎてガムシロップ入れるじゃん、うんうん、1個とか、うん、もうどんどんちょっと追加して無理で7個ぐらい入れて、糖尿病体に悪いですね。7個入れちゃうし、なんかなんだっけ、黄色い食パン、うん、フレンチトースト黄色い食パン不思議なワードが、もうあの蜂蜜とかメープルシロップガンかけ、うわーもうやばいって。生クリーム大好きだから、うわーボン、うわーよく太んないよねって思うよ。確かに、だから甘いものしか食べないんだろうね。まあ最近野菜食べてるけどね、色、うん、なんかたまに言ってるよね、なんかアピールしてくる、最近食べてるけどみたいな、色いね、意外です。本当かどうかはちょっと分かんないけど偏食が多い。アリちゃんも偏食、うん、最近は、え、最近なんだろうな、スパゲッティ、おスパゲッティブームなんだ今、うん、まあ、ずっとだね、うん、ハンバーグとナポリタンみたいなセットハマってるよね、うんうん、本当になんかピラポそんなんばっかり、うん、食に変な人が多いね、いっぱい集まってますね。それも個性ということで、うん、そうですね豚骨ラーメンにキムチもね、新しいねいいねじゃあ続いての質問、うん、どうする、どっちがいい、これ買ってよかったの、ある、私ないです、これ買ってよかったな、ない最近物は買わなくて、あーそっか、逆にだからちょっと松村さんありそうなんで、私買ってよかったのは、うん、マジでずっと言ってるけど
ドラム式洗濯機。うわ、もうこれ本当に全人類買った方がいいと思うんだけど、夜遅く帰ってきて次の日朝早いとかだとさ、うん、洗濯機一回待って45分とか待たなきゃいけないじゃん、うんうん、でももうあ夜お腹帰ってきて眠いなと思ってもピッと押してもう朝起きたらできてるみたいなのができるじゃん、うんうん、便利よね。本当にバスタオルとかもふかふかになるし、うえー、じゃあシワになんないのドラム式洗濯機って。シワになるものは乾燥しない。あ、なるほどね。 T シャツとかバスタオルとか。 T シャツはどうすんの。どういうこと。シワシワになったら、うん、干しとけばいける。へー、すぐ出してやれば割と治るかな。でもふかふかなイメージ確かにドラム式だと。そう、バスタオル本当にふかふか、干すとどうしてもちょっとカシカシになるじゃん。いやマジカシカシよ。そう、嫌なのカシカシバスタオル。確かに、ちょっと買います。おすすめ。うん、高いよね。でも一生ものだからほぼ壊れないじゃん。だってだよね。買えます。うん、ぜひ。使ってるドラム式。いえ、あ、でも実家はそうだった。へえー、全然違う。うん、確かに確かに。ドラムですか。ドラムだけど乾燥使わない。え、干すの。もったなんで。なんで。じゃあ乾燥したら一回なんか臭くなった。え、それあれ、ほこり取ってないとかじゃなくて一回目で。ほこり取ってないんじゃない。一回使ってみたら臭くて。生ガキの匂い。そうそう。なに。絶対干しちゃう。もったいない。会社どこそれ。やめて。ダメ。絶対ちゃんと使いこなしてほしいな。もったいない。ドラムはね、乾燥できるからいい。そうだよ。 それがメリットだからね、うん、ぜひ、はい、ちゃんと使ってみてください。変えてください。はい、じゃあ奈々子ちゃん、最後、私ついてるかもしれないと思ったこと。いや、私これあるんですよ。痛そうだったから。私仕事ない日とか、うん、寝てられないんだよ、うん、もうなんかどっか行きたい、動きたい、遊びたいなんだよ、うんうん、だから、あ、暇だなみたいな思ってる時に勝手に友達から連絡が来るの。勝手に友達から暇だなって思った瞬間、うんうん、何してんのみたいな。え、私ついてる。運がいいってこと。そう、うんうん、ついてる。これが別に1回とかじゃなくて、へ、暇な時、暇な時にね、ポンポンポンみたいな。嬉しいよね、うん、え、私ついてるじゃなくて持ってきみたいな、うん、友達から持ってきみたいな。うん、え、なるくない誘われたら。うんうん、あんまなんないね。でも、うん、合わせるかも。ちょうどさ、一人で、あ、なんか早く終わったな、ご飯一人で食べて帰ろうかなって時に連絡したら嬉しい。嬉しい。ちょうどいい、ありがとうって思う。ってなるよね。あ、それは嬉しいわ。持つべきものは友やなと思います。本当にそう思いますわ。本当に友達大事よ。大事。はい、はい、そんなところでいろいろ答えさせていただきましたけれども、うん、本当に私たち個性豊かなの で、 豊かですよ。もっともっとピラポのこと知ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。はい、ということでそろそろお別れのお時間でございます。ここで改めてお知らせです。はい、ピールジャップル2024夏の三大都市ツアー、ピールアポ旋風巻き起こせ灼熱のグリッターツアーがまもなくスタートします。イエイ。愛知公演は6月28日に名古屋ゼファーホールにて、大阪公演は6月29日に大阪ゴリラホール大阪、東京公演は7月7日に恵比寿ザ・ガーデンホールで行います。ぜひ一緒に楽しみましょう。さらにピールジャップルフォースアニバーサリーライブの開催も決定しております。イエイ。このライブは7月16日に渋谷 WWWX で行います。こちらも一緒に楽しみましょう。会場でお待ちしています。はい、その他詳しい情報についてはピールジャップルの公式サイトや SNS をチェックしてくださいね。アンコールのウェブサイトには私たちのインタビュー記事が公開されていますので、ぜひご覧ください。そして優先の推し活リクエストでも私たちのことをぜひ応援よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。以上、ピールジャップルの松村瑞希と黒崎奈々子と広島瀬奈と小田垣有沙でした。バイバーイ。